あなたの決めたことなら大抵のことは受け入れる。そうは思っていたが、まさかグレイプミルに立てつくことになるとはね。悪いわね、付き合わせちゃって。あの子たちの思いに応えたくなっちゃった。あそこで自分を曲げるような玉じゃないでしょ、あなたは。ありがとう。とりあえず時間稼ぎの情報かく乱はやっときました。港の方はしばらくは大丈夫かと。でもってアインさんの港には秘匿回線で状況を伝えておきました。手が早いのね、さすがだわ。めんどくさい仕事は後回しにしたくないたちなんでね。いつもそんな役回りばかりでごめんなさい。私はあなたに頼ってばかりね。あなたにはあなたらしくかっこよくいてほしい。俺の望みはそれだけです、リカルド。まあこういう後悔もまた新鮮でありってことで、どうせなら楽しんでいきましょう。ええ、よろしくね。次の目的地はアインさんの港でしたよね。ええ、航路はどう？グレイプニルの勢力が検問を張っている可能性を鑑みると、この状況での選択肢は一つ、山越えのルートですね。山越えのルートって、それって禁忌指定されている航路じゃ。問題ない、俺たちがいる。グレイプニルとドンパチやるよりは気も楽だしな。思い出した、エイジ食いだ。エイジ食い？この航路が禁忌指定される原因となった海域種です。エイジを必要に狙う性質を持っていて、グレイプニルでもずっと問題視されていました。エイジ食いに遭遇したキャラバンはいずれも搭乗員のほぼ全てを失っています。なんとも物騒な話だな。その最後の航線記録がこの辺り、ちょうどこの船の取ろうとしているルートと重なります。マジかよ、どんな化け物なんだか。だが行くしかない。ああ、引く理由にはなんねえな。この程度の危ない橋はいくらでも渡ってきただよな。変わらないですね。ああ、相変わらずクレイジーな船さ、ここは。そういうわけだ、イルダ。時間がない。行こう。
分かったわ。エイジ食いに遭遇しないことを祈りましょう。各地の港でエイジによる武装蜂起が起きているわ。さらにはそのエイジたちが赤の女王に集まっているらしくて、これまで散々な目に遭わされて、挙句の果てに生贄だもの。当然よね。問題はそれだけじゃないの。エイジが自らを犠牲にして回乱を起こす事件が多発しているの。エイジの体内にあるオラクル細胞を強制的に暴走させ、海域を活性化させるバランの技術。その技術が闇ブローカーを介して広まっている。バラン自身が意図的にばらまいているという噂もあるわ。前から一部の過激派がグレープネルを襲撃する目的で実行に移していたことがあったけど、今はあらゆるエイジが犯行のために自爆行為に手を染めている。追い詰められて仲間を家族を守るためにね。誰もが手を取り合わなきゃいけない時に、私たちは何と戦っているのかしら。さっきの場所、なんかの実験とかしてたのかな。エイジの腕輪が落ちてたんだ。半端じゃない数の。周りには機械みたいなパーツが落ちてて、すげえでかい足跡が続いてた。あれはオーディンとかいうやつの足跡なのかな。すげえ数だった。俺さ、弟だったらどうしようって思って。けど弟のじゃなくて、正直ホッとしてよかったって思っちまった。クソ、
あ、お前たちか。ジーク、元気ない？お菓子食べな。うん、ああ、ありがとう。なあ、俺たちエイジって何なんだろうな。無理やり適合させられて、ずっとヤバい仕事やらされてきて、挙句の果てに人類のために死ねだの言われて。俺さ、このままみんなと頑張っていったら、いつかみんなダチになれんじゃねえかって思ってたんだ。エイジも普通のゴッドイーターも人間もみんな仲良くできる日が来るんじゃねえかって。でもそんなんじゃなかったんだな。ジーク、俺たちはどこに向かったらいいんだろうな。このままグレイプニルから逃げ続けて、どこまで行くんだろうな。考えても考えても答えがわかんねえんだよ。俺はバカだからさ、頭ん中ぐる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 してダメなんだ。赤の女王もグレイプニルも俺たちも一体何をしてんだろうな。俺にはもうわかんねえよ。ジークは何したい？ジークのしたいことしたらいい。ジークは元気が一番だから。